は確かに存在する。ご覧のように普通の日本刀とは少し形が違います。刀身が非常に短いというのも一つの特徴です。ただ日常的に忍びのものとして使っているものではないです。特に城攻めとかですね、戦闘状態を想定された時にそういう忍び刀と称するものを持っていたと。先の尖った鞘で刀を抜かずに戦うこともできれば、長い下げ尾としっかりとした角つばで高い塀を簡単に越えることもできるなど、機能満載の刀だったのだ。そんな知恵が現代にも伝えられているとモーリーは。